いつもご覧いただきありがとうございます。今日は以前作りました外観と内観の高低差によってこの隙間で熱せられた空気がここから上昇しこの穴から吸い込まれて炎が噴き出す、そういう動画を作らせていただきました。そして今回はこの中の缶ですね、中の缶を新しく作りました。穴の数を増やしました。そしてこの大きな穴を小さな3つの斜めの穴にしました。そしてこの燃焼実験に伴ってパスタを作っていきます。いつものように水漬けパスタですね。で今日は燃料に余裕がありますので今日は 350ml 入れてスープも楽しめる水漬けパスタにしようと思っています。こんな感じで浸っています。で現在は10時5分ですね。だいたい2時間ぐらいで柔らかくなります。あれから約2時間経ちましたのでこれから燃焼テストも兼ねてパスタを作っていきます。水漬けパスタは 350ml の水に 100g のパスタを浸してあります。そして具の方はしめじ、白菜、人参、そして豚肉、そしていつものように味噌汁の具が入っています。調味料はダイソーで売られているマジックソルト、その他いろいろなものが入っています。それではパスタを入れていきます。こんな感じですね。あとは煮ながらかき混ぜていきます。デイキャンプベースの屋根は天気がいいので片側外してあります。それでは着火します。空気穴をたくさん開けたことによって炎がきれいに燃えてますね。オレンジ色の炎です。そしてこの穴から吸い込まれた虹エアーですね、これは少し方向性を持っているんでしょうか。渦を巻くような感じはあるようでないって感じですね。こんな感じの炎になっています。それではパスタを作っていきます。戻します。回していきます。スープ入れます。こんな感じですね。それでは火から下ろします。コーヒーはインスタントです。それではいただきます。
そしてこの斜めに3つ穴を開けた試みですけども、それほど強い吹き出しはなかったですね。ここがオープンになってますので圧力が弱いですよね。ですので普通のタイプのウッドガスストーブであれば、この外管と内管の隙間の熱せられた空気が上で密封されてますので、中に強く吹き出してトルネードが起こるかもしれないですね。アルコールストーブでトルネードタイプのものが作られてますけども、それと原理は同じなんですけども、小枝を燃やすウッドストーブタイプとアルコールストーブでは結果的には違うのかもしれません。そして今回はここにたくさんの穴を開けて大量に空気を吸い込もうと考えたんですね。そしたら案の定オレンジ色の綺麗な炎で燃えたということになります。それで皆さんはこの空気取り入れ用の穴を開けずに燃焼させることは可能と思いますか？うちのチャンネルに登録してくれてる方なんですけども、その方はドラム缶でやっておられます。この空気取り入れ用の穴を下の方に開けることなくクリーンな燃焼を実現させています。どのように燃焼させているのか、それは説明欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。そしてその動画ではあまりよくわからないかもしれないんですけども、説明欄の方にしっかりと説明されています。そしてコメント欄の方にやはりあの方がその構造を指摘されております。やはり実際に行ってみた人にはわかるその発想なんですね。そしてもう一つ、カーボンフェルトを使ったアルコールストーブなんですけども、これにホワイトガソリンを入れて燃やしたらどうなるか、パラフィンオイルを燃やしたらどうなるか、それを実験されている方が今日の午前中のアップになりますので、そちらもリンク貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。以上です。ご覧いただきありがとうございました。